せやです。今回はですね、はい、焼肉柴田さんです。 500g で1万円。1万円しました。結構いいお肉なんじゃないこれ。そうだから絶対美味しいでしょ、ね、おへえ、あすごいこれ、まあ、大丈夫だね普通に映像として、うん、あ、雷神33勝利記念だ。あ勝ったもんね。そういうことね、うん、これそういうことだね。彼のやつなんですね、うん、オリーブ牛だって。ほらそうオリーブ牛です。さぬき牛のオリーブ牛、しかも金ラベルだからめっちゃいいやつらしい。なんか絶対うまいもんねこれ、うん、金ラベルつってるし。ババンババン、おお、ここにもね柴田さんいらっしゃいますね。さぬき牛オリーブ牛振興会、世界が注目する瀬戸内小豆島オリーブ牛の歴史はここから始まった。日本のオリーブ栽培発祥の地であり100年を超えた歴史を誇る香川県小豆島、小豆島であってんのこれ、小豆島、小豆島のオリーブ、小さい豆、うん、そうのオリーブ、瀬戸内の温暖な気候風土の中で古くから育まれてきた讃岐牛、2つの歴史が融合し香川県だからこそ成し得たプレミアム黒毛和牛、県議オリーブ絞り果実を与え育て上げた讃岐牛、それがオリーブ牛です。ということで、はあ、まだオリーブを与えたわけです。なるほど。さぬき牛に。なるほど。今はめっちゃお腹鳴ったけど誰？ごめんなさい、多分僕です。ふざけんなよ。なんでお前が腹すかしてんの？いやいやいや。お前なんか唐揚げ食っとけ。五感を呼び覚ます幸せのストーリー。日本でのオリーブ経済栽培は明治41年、1908年に全国3県に輸入したオリーブ苗木を植えたのが始まりで、結果香川県で小豆島、小豆島に植えられたものだけが根付きました。以来小豆島は日本オリーブ栽培発祥の地として知られていますと。瀬戸内の風土に抱かれて循環型の畜産が始まると。小豆島の特産であり、小豆島じゃないっぽいな。どう、小豆島じゃないの？小豆島。一生恥かくことないかもしれないもう遅いあ、小豆島、小豆島でいいんでしょ。だから小豆島、香川県の小豆島ね。うん、ちょっともう知らないよまあまあいいんじゃない。小豆島です。小豆島ということで小豆島の飼育農家がオリーブ搾油後の、果実を飼料化することに成功、瀬戸内海の温暖な気候風土とオリーブに育まれた、香川県だからこそ成し得たプレミアム黒毛和牛、それがオリーブ牛です。日本の美食がここにある。和牛香川から世界へ。香川の牛の歴史は古く、西暦700年に遡ります。めっちゃ遡るね、うん、明治15年、小豆島に全国で先駆け和牛の飼育が始まります。大正の初めには京阪神で高い評価を受けた品質の高い讃岐牛をさらにオリーブの力でクオリティを向上させました。たゆまない努力、恵まれた気候風土の中で培われた飼育技術、品質の高い讃岐牛を生み出す知恵と技は生産の糧となっておりますと。もう歴史がね、歴史がすごいあるということで、しかもその中の金ラベルだから等級がさらにいいやつなんだよね。そう、うん、でこちらの個体識別番号もしっかりと、あ素晴らしい、明記されておりますので、ね、安心安全でお届けされておるということで、これ、うん、めちゃくちゃレベル高いと思うよ俺。めっちゃレベル高いでしょ、うん、絶対、うん、だってもうこんなことなっちゃうもんな、やっぱりそりゃものすごい嬉しそうだで多分結構いろんなの食べて選んだんじゃない、多分、うん、分かんないけど、柴田さんの舌はなんかなんとなくだけど信頼できるという、うん、なんとなく安心感がある、ね、うん、あオリーブ牛すき焼き肉でこちらのロース250、もも250、計 500g ということでね、おボリューミーです。ボリューミー、これでまあ1万円。ちょっと食べちゃおうか、うん、ちょっとでもどう、ちょっと凍ってるなまあそれはそうなんだけど思いっきり凍ってる、冷凍で届いてるから、うん、じゃあ1回待つ、1回ちょっと解凍待ちということで、じゃあ一回待ちましょう。はいはい、はい、溶けました。はい溶けました。解凍が完了しまして、ね、はい、結構時間がありましたね。結構時間かかったねこれ。ちゃんと冷凍されてるということで、いい感じにね、うん、しっかりこう鮮度保つために凍結されてました、うん、じゃあ、はい、ね、焼いていくんですけれども、うん、いや楽しみだな。もう結構お腹空いてるからね。いやもうだいぶ腹減ってるよ俺、うん、マジで相当待たされたもん、まさにこれ解凍。いやこれはだってもう前もってやっといてくれよっていう、うん、見てこれすごい綺麗、美しくない？肉ね、めっちゃ綺麗だねこれ。今回は綺麗、今回も綺麗だね本当に。うんうん、何のことを言ってるのかちょっとあれだけど今回はって言っちゃうとね、前回汚かったみたいになっちゃう、うんうん、これうちがももですね、うん、髪の、うん、だってさ一枚一枚がさでかいよね多分。結構本当だ、おでかい、若干まだあれだな、ね、一回でかいよほら、でかい、
すごいねこれね。これはいいわ。これはボリューミーだね。あとね、やっぱもも肉が好きなんだね。赤身が好きだから私たちは、うん、絶対うまいわ。もういけるけどね。焼きしゃぶみたいな感じだね、うん、焼きしゃぶだね、うん、ちょっと私いきますよ、ね、カレーをこのぐらいつけて。めちゃめちゃうまい。いい感じ、もも肉、うん、どうオリーブの柔らかい、オリーブ感ある、オリーブ感ある。お、いや、ね、変なね臭みとかが全くないね。あ、なるほど、うん、雑味なし、うまみあり、うまみあり、うん、なんか牧草とかさ、そういう植物系のあれで育てるとさ、うん、ちょっと臭み出るじゃん。まあそうだね、うん、グラスフェッドビーフとか、グラスフェッド、そう、ちょっと臭み出ちゃうんだけど、オリーブいいね、うまいね、やっぱオリーブ牛めちゃくちゃうまいぞこれ。ゆうやが、ゆうやがちゃんとうまいっていうのは初めてかもしれないね。そんなことない今まで全部うまかった、うん、全部ね、全部うまいんだよ肉はやっぱね、うん、あ、これうまいわ、ボリューミーだな、うん、ちょっとこれも少し焼いて、これもこれちょっといっちゃおう。でも1万円でこのお肉だったら全然ありありね。こんだけ入って 500g もあるからね、うん、いただきます。うん、めっちゃうまいでしょ。うまい、うん、本当にうまいよね。あ、うまい。あ、うん、この臭みがないっていうのね、わかる、なんとなく肉のちゃんとなんか美味しい味がする、ね、そう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 。あ、いいね、オリーブ、うん、オリーブ牛すごいわ、うん、いいわ、うん、うまい。じゃあちょっとロースね、次はロースいきますか。じゃあ霜降りの、うわ、綺麗だこれ、ほらこれいいね、うん、展開しない、いいね、これ美味しいわ。すんごい霜降りがね、うん、綺麗で。俺の予想だけど、これ多分油もそんなしつこくなくて、うん、食べやすい油だと思うんだよ、ね、爽やか系だと思うよ。かなり良質な、うん、食べやすい油だと思う。オリーブ牛は讃岐牛の中でも讃岐牛銘柄推進協議会が定めるオリーブ飼料を同協議会が定める給与期間給与量で育てられた香川県産黒毛和牛のことですと。おお、ね、かなり協議会が定めてるんだね、だからね、多分ね、規定をだと思う、多分じゃないと名乗れない、ね、じゃないとオリーブ牛とは言えないよねっていう、はい、今度ロース、ロースを、ロースを晩餐館でいただきます。よし、あ、もう匂いがいいわ、この、なんだろう、油の匂い。あ、うまい、すごい、うん、とろける。じゃあ、油のうまみ、油がうまい、うまい、しつこくない、うん、うわ、それいいじゃん。うまみがある、めっちゃうまみがある、めっちゃうまみがある。そう、あ、和牛の油がうまいってさ、うん、そういうことだよね。変にさ、しつこくないさ、うん、感じだよね、多分、うん、あ、これ美味しい。油だけ乗ってりゃいいとか、そういうことじゃないんだよね、やっぱ、うん、これもしかしたら当たりだったのかもね。当たりの個体、うん、まあ、それはあるかもしれないね、うん、個体差やっぱあるから。もう綺麗だもん、肉がすごい、うん、美味しそうでしょ。めっちゃうまそうですね。肉がめっちゃ綺麗ですね。いい匂いもするでしょ、なんか、うん、香りがいいのよね。うん、うん、めっちゃうまくない？あ、ほんとだ、全然こう油っぽいさ、嫌な感じない。あ、これうまいわ。っていうか油がサラサラしてるとかじゃなくてさ、うん、サラサラしてんだけどうまいよね、油がシンプル。そう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 、
しつこくないのがほんと好きだわ、うん、マジで。よくあるじゃん和牛って歌ってるけどさ、ほんとに脂っこくて食えねえみたいな、あるね、うん、うん、あと油がサラサラでそんなしつこくないんだけど味がしない、うまみがあんまない、水っぽいみたいな、うん、うん、あるね、そういうお肉も、そういうのもあるんだけど、うん、これはもう普通に油がうまい、だから甘みがあるよ、ね、そうだからちゃんとね一生懸命育ててんだなっていう、うん、オリーブ牛すごいわ、うん、これうまいのよね、うん、ほら、あ、柔らかいね、うん、おいしい、めっちゃうまそうだ、うん、口の中でふわーっととろける、そう、うん、で、旨味がね、溢れてくるっていう、うん、これいいね、本当にオリーブ、そう、口の中でジュワーって、さすが柴田さん、舌が肥えてるな、やっぱ、うん、やっぱプロレスラーの人って焼肉ショット行ってるイメージあるじゃん、やっぱ肉食うんだよね、なんか詳しいんじゃない、うん、あんなお肉とか食べないとあんなレスラー体験ならないもん、ね、あんなガタイが良くならないよ、うん、柴田すごいからね、体でかいからね普通に、うん、柴田さんな、柴田師匠、なんで勝手に師匠にしてんの、でプロの K-1 ファイターに勝っちゃうんだからね、うん、すごいよね、まあ、あれもなんかいろいろ言われてた、いろいろあったけどさ、なんやかんや勝ったわけだから、勝った方が正義なんだよ、うん、なんか技使ったのか知らないけどさ、なんか心理作戦もあんのかな、もうあんじゃない多分、油断させてみたいな、うんうん、でああいう漫画の主人公とかであるよな、ああいうの、あるあるある、なんかそういう油断させてみたいな、あのアイシールド21の昼間陽一とかそうだよね、心理作戦あるじゃん、懐かしいね、要はああいう感じ、そうそうそう、の戦い方もあるんじゃない、勝ちゃいいんだよね、わかんないけど、うん、うまっ、うまいよね、うまっ、うまいよね、うん、これうまいわ、感動、これちょっと違う、うん、でも食べるとそうでもないよな、なんかすぐなくなる、すぐペロっていっちゃう、本当に、うん、うまそうでしょこれ、うん、これいいよ、ちゃんとタレもこうつけてさ、ほら、うん、いただいて、うん、この赤身素晴らしいね、赤身がうまいって本当にうまいってことだから、うん、マジで油でごまかしてないっていうか素晴らしい、うん、霜降り綺麗すぎだろこれ、これ綺麗だね、うん、だ当たりだと思うんだよね、当たり答え引いた、うん、ちなみに配送とかもめちゃくちゃ丁寧だな、もうなんか結構連絡来たんでしょ、そう、ちゃんとなんか、うん、焼肉柴田運営事務局ですってなんか、うん、お姉さんから電話来る、このヤマトとかその辺が連絡するんじゃなくて、そう、ちゃんとそっちの事務局の人が、本日お届けに参りますみたいな、うん、めっちゃちゃんとしてるっすね、すごいね、めっちゃちゃんとしてる、じゃあ最後これ、これロースこれはこれエバラで、うん、うん、うまっ、めっちゃうまいよこれ、とろける、うん、いやー美味しかった、いやうまかったね、一瞬で食べ終わったね、うん、500g ほんと2人でペロッといっちゃったね、10分15分ぐらいでもペロッといっちゃった、うん、すごい速さだったでしょ、うん、バクバクいったもんな、うんうん、すんごい美味しかった、で食べやすい、うん、非常に素晴らしい、大変美味なお肉でした、はい、大変美味なお肉でしたって今言った俺、でしたって言ったのよ
でした。ありがとうございました。カエルの話す